公益財団法人放射線影響研究所は、被爆者の健康調査及び被爆の病理的調査、研究を行う研究機関で、日本国政府とアメリカ合衆国政府が設立、運営している。1975年4月1日、原爆障害調査委員会と厚生省国立、予防衛生研究所原子爆弾影響研究所を再編し、日米共同出資運営方式の 財団法人放射線影響研究所として発足した国際放射線防護委員会や国連科学委員会に研究成果が提出されている以前は厚生労働省と外務省所管の財団法人であったが公益法人制度改革に伴い公益財団法人へ移行した放射線影響研究所が外部被爆研究のデータのみで 福島第一原子力発電所事故による福島県民の内部被爆の不安に応えることができなかったことから放射線影響研究所の新たな方針として過去の業績と蓄積した資料を使い原爆に限らず一般の放射線の慢性影響に関する世界の研究教育センターを目指して放射線影響研究所将来構想2012を出した。 将来構想では内部被爆を含めた低線量被爆のリスク解明し、現在日米共同機関を将来の課題として国際的組織にして被爆者情報のデータベース化して国内外の研究者に開放し、共同研究で放射線影響研究所に少ない内部被爆のデータ収集をして福島県民の不安に応えられるようにしていくとしている。ありがとうございます。